今日の議論はですね、最も皆様方がご関心である、健康調整や医療についてどのような対策をするべきなのかということ、こちら議員立法で患者さんが中心になって法律の要項なども考えてございますので、その際の皆様方からのご意見をぜひ取り入れていきたいというふうに考えてございますので、ぜひ忌憚のないご意見をいただきたいと思います。で、法案の今準備しているところでございますので、法案の内容についても、事務局長の方からご説明があると思います。原発事故被災者に対する医療費の支給の仕組みについて過去内容イメージ試案叩き台ということで、5月9日の日付になってますけれども、5月のこれ段階のものです。でそれでこの試案というのはもうあくまで叩き台ということで、これをもとに直していただくということで、これはこれが決定ではありません。これはまた叩き台ということで、これをもとに作り直すということですので、今日はその中身はですね、ぜひ皆さんからのご意見を伺いたいと思って今日はこの会をさせていただいております。この支援法についてなんですが、そのここであった胎児だけっていうのがちょっと腑に落ちないというか、いまだ低線量の環境で生活しておりますので、その後生まれた胎、その後新たな命で生まれたお子さんも全て対象に入れてほしいと。今現在その当時18歳で何らかの判定を診断を受けた方が、その後19歳20歳と年を重ねていくうちに観察が必要だと判断された時に、それは18歳を超えてしまうと自費というか、保険診療内で診療しなければいけないということが今現実としてありますので、18歳を超えた段階で手術でも何でも自分で負担しなければいけないという状況があるし、あるので、それを考えていただきたいと思います。とにかく大人たちもすごく不安を抱えていますし、先ほど申しましたこれから新たに生まれてきた赤ちゃんの新しい命を守っていく上でも検査を充実させていただきたいと思うし、その医療費も見ていただきたいのと、あと被爆手帳というとすごく意味嫌う人もいるんですが、何らかのそういう手帳というか、それさえ持っていれば全国どこでもこう医療行為を受けられるというか、検査ができるということをも合わせて進めていただきたいです。ちょっと今日のテーマと違って申し訳ないんですが、今日は那須塩原発リスコミとは何ぞやということについて述べたいと思います。私どもの住む栃木県北部、2011年の文科省の航空機モニタリングマップに基づきますと、福島県南地域と同じレベル、あるいはそれ以上の汚染状況にあります。しかし栃木県北部は原発事故子ども被災者支援法の支援対象地域からは外れました。除染はいわゆる低線量メニュー、福島県のような県民健康管理調査もありません。そんな県境の壁に泣きながらの状況が、今年1月の26日栃木県主催のシンポジウムが那須塩原市で開かれました。今回のシンポジウムの中核は次の2つだと思います。昨年12月24日栃木県の有識者会議での再発表なんですけれども、1つ目は栃木県内は将来にわたって健康影響が懸念されるような被爆状況にないと評価した、これが1つ目です。そして今後臨床的な検査を含む健康調査等は必要がないと判断したこと、これが2つ目、全体を通してこれらを伝えることに主眼が置かれたんだと思います。聴衆の方は今後も続く低線量被爆、健康影響が本当に懸念されないのか、健康調査は本当に必要ではないのかとの思いを抱く聴衆から、残り時間を気にしながら質問の手が次々に上がりましたが、時間切れの中多くの手が宙に残ったまま終了しました。そのやるせない光景が今も目に焼き付いています。
思い起こせば昨年8月30日子ども被災者支援法の基本方針案がいきなり出されたとき、栃木県北部の人々もパブコミ期間の短さに嘆きながらも必死でこの地を支援対象地域にと書きました。全国から確か4963件のパブコミが寄せられましたが、国民の声はどのように国に届いたでしょうか。意見の反映、支援法第5条3項第14条に定められているにもかかわらず何が反映されたのでしょうか。あの時の無力感がこのリスコミにもよみがえりました。健康影響に関して楽観的な立場の学者と慎重な立場の学者の両サイドがあって初めて客観性がそこに生まれます。またコミュニケーションというならやり取りのキャッチボールがあって初めて合意形成に向かいます。ぜひ国にはコミュニケーションのあり方、特に災害時には国民との信頼関係を構築してリスコミのあり方をもっと充実させていただき地方を牽引していただきたいと思っています。来月うちの会 と、関東子ども健康調査支援基金というところを主催で甲状腺検査をするんですね。エコー検査なんですけども、そちらの方に予約がちょっと殺到しましてその対応に追われまして何も準備せずそのままここに来てしまったと思います。すみません、こちらもちょっと連絡が遅くてすみませんでした。はい、すみません。まあ、一つは対象地域ということを聞くたびになんかものすごいナーバスになるというのは私たちいつも足切りされてきたという思いがありまして、汚染はやはり福島だけでなくその周辺にも広がったので、特に那須塩原市は南相馬市と同じような汚染を先手でもかからず何の支援もなく、また現在では多分南相馬の方が除染が進んでいる分線量としては低くなっていると思うんですね。そんな状況で暮らしていて、で一般のやっぱり保護者からすると生産地の多いところで何とかしてくれっていうのは非常に声が上げにくいっていうのがありまして、今でもやっぱりその辺はちょっと話しづらいなという雰囲気はどうしても残っているところがあります。来月ちょうど甲状腺エコー検査をさせていただくにあたっていろんな方から予約を受けて、その中でもお聞きした話もあるんですけども、やっぱりやっとこういうことやってくれる方が出てきてくれてよかったっていうのもありまして、もうとにかく電話とファックス何言わないぐらいに予約殺到してます。でも期日前にやっぱり締め切らなくてはいかなくて、でお断りしている状態です。一生懸命我慢していたというか調べたいんだけどもなかなかどうしていいのか分からないと考えてた親が、ここぞとばかりに申し込んでこられたんだと思っています。やっぱり一般の親からするともう何よりもいろんな法律のことは分からない、放射能のことは分からない、測定なんかしろって言われても何をどうしていいのか分からない、でもとにかく自分の子供は本当に健康なんだろうか大丈夫なんだろうか、それを知りたい調べたいっていう風じゃ非常に強くあると思います。なかなか今の状況として支援法も見えない中、ね、こういった形で議員立法を作っていただけるということを本当に私たちはまた一筋の光として非常に希望を持っています。実はこの前のおいしいもの鼻血の問題でも非常に物議を醸したことだと思うんですけれども、私の娘が取っている朝日小学生新聞にもその鼻血の記事が一面に出ました。小学生がそういった新聞の記事を読んでいろいろ考えようということが、朝日新聞の中では行われているんですけれども、その最後の結びはとても良くて、鼻血が出てるっていうことが放射能に依頼するかどうかは別として、そこに不安を感じている人がいるということを知ろうというような結びで、小学生その新聞を読んでいる子どもたちに伝えていたことが非常に感心したんですけれども、そういう状況の中で実際私たちは鼻血が出るか出ないか、それが放射能に起因しているかどうかというよりも実際に鼻血が出ているという現実があるということをやっぱり真摯に受け止めるべきであって、その鼻血が出ているのはなぜかということをやっぱり健康調査の中で解明していく、もしくは精神的な負担だっていうことで鼻血が出たんだという一杯一からげで精神的な問題に貶められる場合もありますので、精神的かもしれないけどなぜ精神的なことが起こったのかということも踏まえた形でこの健康に関する立法が私たちを守る一つの法律になればいいと思っています。これは2011年の秋口に、
支部報道にもなりました文科省の接種マップで、ここの赤く丸をしているところが私たちの住んでいるところですけれども、見ていただいたらもう皆さん見慣れていると思いますが、青と薄緑のところは県境とか関係ないです。今日ここに集われた那須の方、郡山の方、福島から避難されている方、そして私たちはみんな同じ被爆をしているという立場で共同体だというふうに私は考えています。でこれは要素の、シミュレーションマップになります。ですね、放射性ブルームというのは風に乗ってさまざまなところを漂って、セシムのように湿性沈着しないで間性沈着という形で、長い期間漂ったと。長いといっても8日間という半減期の短さで、短いければ短いほど毒性が高いということで、それを吸ってしまっている、浴びてしまっている私たち、そしてその子どもたちの影響というのはこれからがわからないというところだと感じております。汚染状況重点調査地域というのは、セシウムが沈着した地域です。今私が示したマップはブルームが漂った地域もありました。ということはですね、セシウムが沈着するということは継続的にずっと被曝を続けることですが、その前の段階で要素による初期被曝もかなりしているということが公表はされていないし、きちんと調べられていないし、正確な評価が果たしてできるのかも疑問ですが、そういった事実は原因としてあると思います。そのことを考慮した支援法における、法制化、具体化っていうことを進めていただかなくてはならないと思います。本当に国の姿勢としては福島でも健康被害はなかったっていう形にしたいという、言わんばかりにですね、データだけを集めて、国連科学委員会のアンスケアの、コメント報告や WHO の報告のみを科学的というふうに評価をして、私たち市民が集めたデータ、臨床の結果ということは一切受け付けずに、対応されているところにも非常に憤りを感じています。ここに私たちは議連の皆さんからぜひですね、力をいただいて働きかけをしていただきたいと思っています。国に動いてもらえない中で、私たちは関東子ども健康調査支援基金を立ち上げようということになりました。の市民団体からやはり共同代表者を出して、2013年の10月にですね、設立をいたしました。これは市民が本当に求める市民のため の健康調査をするための基金です。月1回ぐらいのペースでですね、茨城県のつくば市から始まって、ひたちなか市、守谷市、千葉県の流山市、松戸市、この表の通りなんですけれども、汚染状況重点調査地域に住んでいる、子どもたちを対象にエコ検査をしてきていまして、つい先日、5月18日時点で、10会場で検査を終了し、今1200人以上が受診終わったところです。手塚さんおっしゃる通りで、私たちの地域でも募集をこれかけない、でも、もうすぐいっぱいになっちゃうんですけども、初めて松戸で公募した時ももう本当に半日で定員の 1.5 倍ぐらい申し込みが来てしまいます。非常に不安に感じているお母様たちが大勢いらっしゃる、そして情報も一生懸命探しているお母さんたちがたくさんいるってことが分かります。お母さんたちは先ほどからリスクコミュニケーションという言葉が出てますけれども、大丈夫だから安心してっていうことでは全く安心はしません。この支援法の中にリスクコミュニケーションが入ったっていうことがもう信じられません。私たちは子どもたちの体が心配なんですね。ですからこの不安を解消するためには子どもの体を調べていただかなければ解消できないということです。そういうふうに分かっているお母さんたちがこのような検査に殺到している現実をぜひ知っていただきたいと思います。